吉谷さん、今回は有効な稼ぎ方ですね。私が高校生の時に初めてアルバイトをしたんですけども、時給は475円だったですね。焼肉屋の、皿洗い、鉄板洗い、そういうふうな、重労働だったんですけども、体力もありましたしね、それ以外には距離的にも、時給のバランス的にもなかったのと、同じ高校の先輩とかがいたんで、やりやすかったかなってところありますね。そこでしっかりとバイトさせていただいて、でその後すぐに夏休みを使ってね、なんか仕分けの仕事をしましたね。仕分けてトラックに乗せて、で休憩するみたいな感じですか。で初めてのバイト料は夏休み使って5、6万とかもらったのがね、すごく印象的で、自分でもお金手にできたんだなと思いました。それからいろんないわゆる割のいいバイトを探しながら過ごすわけですけども、そうですね、それから3、4年経って大学に入った時に、ガードマンのバイトがあったんですけども、私はその時ガードマンのバイト行ったことなかったんですよ。ガードマンのバイトをこう取ってきて、でその時ね、12,500 円ぐらいで1件取れたんですよ。でそれを1万円にして同じ大学の他の生徒さんにこう行かせたみたいなね、1万円で。で、時間とか場所とかを指定して指示書を出して、私は会社から12,500円1人当たりニットをいただいて、で2,500円いわゆる中抜きをして1万円で皆さんに働かせに行ったってことですよね。当時ね、派遣社員って制度はなかったんですけども、その後派遣社員っていうのが何年かしてできたんだったかなと思います。私在学中にそういうふうにして、自分でバイトに行かずに、バイト料を稼ぐみたいなねことをしてたりとか、あとはたこ焼き屋ですよね。たこ焼き屋のバイトしばらくやってて、そこは時給が900円だったんですけども、なんかね、たこ焼きとかお好み焼きとかがまかないで持って帰れたんですよね、1個とか2個。ですんで、助かるなと思ってやってたんですけども、それも行くのもだんだんね、めんどくさくなってきたんで、私の代わりにバイトに入る後輩とかをね、その頃4年生でしたからね、私の代わりにバイトに入る後輩とかを何人かチョイスして、850円で行かしたんですよね。そうすると1時間働くごとに私50円入るような形になって、それも中抜きをしたというね、そんな感じでしたね。でサラリーマンになって給料制じゃないですか、割のいいバイトとか、ね、ないんですよね、割のいい仕事のやり方って。本当一つの仕事でヘトヘトになっちゃうんで、何が言いたいかというと、常に私はもっと稼ぐ方法はないかなって探して工夫してやってみたってことを繰り返していったんですよ。でその挙句ハワイで石を売って、石がね、500円で売れたか5ドルで売れて、それが10個とか20個売れるわけですよ、1時間でね。だからニット1万とかをゲットして、ニットじゃない、時給か、1時間で1万円とかね、ゲットして豊かに暮らしたみたいな感じだったですよね。それから会社を離れて網戸の仕事ですよね。網戸の仕事から訪問販売して、いろんなそこで、その時思いついたことをやらせてもらって、だいたい2万5000円ぐらい平均で1件あたりもらってて、多い時は4件行って10万とかね、少ない時でもだいたい2件は取れたんで5万円みたいな感じで仕事をしてましたね。その頃は潜りでやってましたし、何の許可も、なんかいろいろとね適当にやってましたんで、よく知らなかったんで、そこでなりに収入はあったんですけども、でここまで話してきてね、何が言いたいかってことなんですけども、お金のこと常に考えていたらどん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 稼げるようになっていくっていう風な気がするということなんですよ。で労働っていうのは必ず自分の身柄が持って帰られるんで、自分の身は自由にならないわけですよね。要するに自由を小分けにして販売している形なんですよ。で最初はしょうがなかったんですけども、途中からね、30代になってからなんとかそれを逃れようと思ってね、従業員を使うってことを考えて社員を雇ってみたんですけども、それがね逆罪になって、逆に社員に搾取されるような形になりました。社員の給料を払うために私がもっと不自由になったみたいな感じですね。さあそれでね、今の時代になってくると、私も48になりましたけども、そのいろんな稼ぎ方に気づいたんですよ、効率よく稼ごうと思ったら。その中で、なんていうんですかね、金利とかね、値上がり益ってものがありましたね、キャピタルゲイン。その最たるものが暗号通貨で、で、代理店ビジネスってもいいですよね。自分が100の活動しなくても、10の活動しても、
他の人が10の活動をすると合計で100になるみたいなね。これを私がね、1人の100歩より100人の1歩って名付けてるんですよ。まあ、要するに1つのグループがあって会社単位でねやるとすると、優秀な人が100やってね、100のうち80やって残りの人が20をやるっていう感じで、バランスが優秀な人に偏るんですよ。なのに分配はその優秀な人からもたらされたものがならされてね、みんなに等分に行くみたいな形です。それはある意味平等ではあるんですけども、優秀な人からすると、稼げる人からするとすごく不平等なんだろうなと思いましたね。まあ、だからフルコミッションっていうのが、まあ、最も適正じゃないかなと今は思ってるんですけどね。まあ、厳しいですよ。フルコミッションっていうのはゼロならゼロですから。でも給料制はゼロでも20とかでしょ。だからやってはいけるわけなんですよね。で、いろいろと、考えてみると、お金の稼ぎは随分変わってね、商品を売るとかそういうのももちろんありますけども、なんか伸び盛りのものに乗っておくみたいなね、投資みたいなのがありますよね。乗っておいてそのままほっとくみたいな。まさに今暗号通貨はそれで、今年に入ってね、数倍とかに資産がなるわけなんですよ。で、本当何百万みたいなのが、置いてるだけで生まれたっていう現象がここ、ね、半年も経ってないですね。 4ヶ月ぐらいでしょうかね。急増しましたね。で、身柄を持ってかれてないわけですよ。だから本当に割のいい稼ぎ方にたどり着いたかなと思いまして、一つは暗号通貨、で、その他にもね、やっぱりこう YouTube ってのも割のいい稼ぎ方だなと思ってます。まあ、なんせね、1日の YouTube の作業時間ってそんなに多くないんですよ。しかも苦痛じゃないんですよね。苦痛感じたらもうやってないんで、楽しくやれる範囲でやって、それがストックされて、昨日の動画だろうが1年前の動画だろうが5年前の動画だろうが再生されれば報酬になるって形ですからね。だから1万本の動画を作って、アップロードしていても、それぞれ1万本の動画に費やすエネルギーは1回ずつなんですよ。でも報酬は何回も入るんですよね。1回携わったそのコンテンツからもたらされる報酬は何度も何度も何度もなんですよ、繰り返し。これがインターネットのすごいところだなと思うんですね。だからこういう選択をしていかなくてはならないですし、毎日お金のことを考えていたら、まあ、暗号通貨とかではなくても YouTube ではなくても何かにたどり着くと思うんですよ、ずっと考えていれば。で、その時にこれはダメだなと思って捨てないといけないですよね。で、今働いて日当1万円もらえてるとして、それ以外見つからないとしたら、もっとね、こう探しに行かないといけないんですね。1万以上のものがあるんで、自分にもできる1万以上の2万3万5万みたいな日当のものはあるんですよね。それは誰かに雇われてるのか、自分が発起してやるのかっていう違いはありますけども、日当が8000とか9000円っていうのは、まあ、ある意味申し合わせたね、世の中の常識金額で、それだけじゃないですからね。やっぱりなんでね、金持ちが生まれるかっていうと、そういう常識的な日当9000とか時給1000、なんぼとかにとらわれてないってことなんですよ。だから常識にとられるなと私はまた改めて言いたいですね。時給1500円、3500円、大いに結構じゃないですか。そういう仕事をどんどん取りに行けばいいと思います。まだ誰にも取られてないそのエリアがあるんですよ。だからそれをね、探しに行く日々を送っていけばいいんじゃないですかね。必ず見つかると思いますしね。で、自分で編み出してもいいと思いますしね。稼ぎ方は自由。もっともっと効率的に、昨日よりも今日が効率的に、今日よりも明日が効率的になることを祈っております。私の場合は YouTube と暗号通貨っていうのは今年、去年とすごく大きなインパクトを出してくれましたね。いってらっしゃい。